になろう。はい、管理人さん。及ばずながら野々花沙織、管理人さんのためにプール掃除をお手伝いいたします。わかります。というわけですから、ねえ管理人さん、掃除が終わったらプール開きやっちゃいません？沙織のおねがい。それじゃあ、わかればサクサクやっちゃいましょう。ちょっと待った、俺にも手伝わせよ。あ、いつきちゃんだ。プール開きが始まると聞いちゃ俺も黙っちゃいられねえぜ。うんうん、一人より二人、ユンちゃん、ウサミョンが来たからにはプール掃除なんてあっという間でし。よし、頑張るぞ。ほい、おーでし。激流砲シュババ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 バ、キャーッ、くらえ怪人サオリンガー。ちょ、いつきちゃん、そらそら、これでどうだサオリン星人。にゃーん、冷たい。とどめだ、怪獣サオリドン。ダダ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 ダ。キロ、ウサミョン全然ないでし。はあ、でし。キューベイくん、どうしてウサミョンには全然ないでしか。いつきちゃんもさおりさんもおふざけはそのくらいにしましょうね。ユンちゃんも立ちましょうね。こんにちは、管理人さん。お手伝いに来ました。ぬるみもね、お手伝いするの。水臭いですよ、管理人さん。一声かけてくれれば、最初からお手伝いしましたのに。
じゃないんですよ。あ、来ました。はーい、お待たせです。みんな連れてきたです。管理人さん、おはよう。よく寝た分パワフルに働いちゃいますよ。私も。肉体労働は本意ではないのですが、行政全員の参加とあっては私一人不参加というわけにはいきませんので。まったく、この私まで手伝う羽目になるなんて。あなたが不甲斐ないから仕方ないわね。ほら、みんなもよ、突っ立ってないで機敏に行動なさい。グズグズしてたら日が暮れちゃうでしょ。陸上で生活する動物です。水中で活動すべき期間を何一つ持ち合わせていない人間が水に入ることは自然の摂理に反しています。私は人間が水を呼ぶという反自然的行為に対して断固異を唱える所存です。私はプールサイドで考え事をしますから、気になさらず。
だって…もう管理人さんたら、シャイな千早ちゃんの性格から考えればわかるでしょ。千早ちゃん、管理人さんに水着姿を見られるのがすごく恥ずかしいんですよ。でしょ、千早ちゃん。鋭いのかわかんない人ですね。ちょっと、3人してなんでこそこそ話してんの？こそこそなんてしてないわよ。ね、千早ちゃん。当然の答えね。
管理人さん、その…だから…ね?くさっ!いえ、何やらめまいが…なるほど。今くらいがちょうど良いのではと。なるほど。言われてみればそうかもしれないですね。さて、バリバリ泳ぐとしますか。管理人さん、競争しませんか。もしかして管理人さん、泳げないとか?平泳ぎだけ?ハイエーは?バタフライは?クロールは?本当に平泳ぎだけしかできないんですか?いけません!そんなことでうるみちゃんに泳ぎを覚えなさいと言えるんですか?ましろちゃんに水を怖がっちゃダメと言って説得力がありますか?私が全泳法を叩き込んであげます。却下します。この沙織コーチに任せなさい。気合よ気合。気合が足りないのよ。管理人さんの場合、形よりも心からだわ。もっと気合を入れて力強く水を蹴る。ああ、そんなんじゃダメ。もっと強く、強く。ああ、ダメ。腰が揺れすぎよ。それと腕、動きが硬すぎ。だから硬い、硬いんだってば。そう、それ。今の動き良かったわ。今のもう一回と、それよ。それを続けて。そう、いいわよ。そのまま。そう、それいい、いいわ。上手、上手。そう、そのまま一気に最後まで。ほら、もうすぐだから。そう、行って、そのまま行って。上達が早い。この短時間で25m 完泳しちゃうなんて。それじゃあおさらいということで、もう一回。ダメ。今の感覚を忘れないうちにでないと。1往復の方がいいですか?
ちゃん、大丈夫？お兄ちゃん、泳げるようになった？お兄ちゃん、えらい。うるみも、頑張る。うん。どうして？どうして？どうしてです？管理人さん。では休憩を終了して特訓を再開しましょうか。次の目標はバタフライで200m なんてどうです？あんまりいじめちゃかわいそうかな。はいはい、じゃあ今日は時間も時間ですし、これで終わりにしますね。続きはいつにします？さて、最後にもう一泳ぎしちゃおっと。沙織お姉ちゃん、元気？今日、ずっと泳いでる。疲れないの？大丈夫ですか？少し水を飲まれたご様子ですね。ねえねえ、管理人さんに人工呼吸はしてもらわなくていいの？ま、あ、沙織さん赤くなってる。こんな時にからかわないで、だそうです。けど、沙織が溺れるなんてね。足がつっちゃったんですね。俺知ってるぜ。葉っぱの川流れって言うんだ、こういうの。いつきお姉ちゃん、物知り。けど、管理人さん、すごかったです。本当、真っ先に飛び込んで、あっという間に助けちゃったもん。とっさに、夢中でそれができる、すごいことですよ、やっぱり。へえ、そうですね、管理人さんって頼りになる人なんですね。あ、そうだ、助けてもらったお礼まだでした。管理人さん、ありがとうございました。
すいた。うさみょんも腹ペコでし。はいはいです。すぐに晩ご飯の用意にかかるです。コーヒー牛乳らしいわよ。前に学校の先輩たちがそう言ってたもの。そうか、俺はフルーツ牛乳の方が好きだぞ。ふるみもフルーツ牛乳好き。あらあら、うるみちゃん、髪の毛がまだ濡れてるわよ。ちゃんと拭きましょうね。Thank you.
くらい飲めばいいですか？毎日飲むんですか？食べられそう。はい、はいです。社長さんのお料理はやっぱり最高ですね。ハッピー。おかわりもらえるかしら。さ、幸とっても幸せです。今日も最高に美味しいですよ。